こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会波の支部です。本日の献立は野菜の入った寒天です。よろしくお願いいたします。今回教えてくださるのは志賀さんとそして飛田さんです。よろしくお願いします。器はこちらになります。阿蘇市波野にあります生鮮窯さんから作品を貸していただきました。生鮮窯さんのご紹介は番組の最後に載せておりますので、ぜひ、そちらもご覧ください。では志賀さん、はい、今日は寒天を、そうですね、とそしてトマトとね、キャベツはもう阿蘇のね、はい、特産品ですよね。これを使ったお料理、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは何から。はい、まず寒天をですね、はい、これもカチカチに乾燥して、洗います。はい、寒天を洗っていきます。洗います。はい、これを洗ったら、はい、手でいいので、ちぎります。はい、絞ります。はい、でお砂糖を、はい、これ入れます。寒天にお砂糖を入れました、はい。そろそろ固まったようですので、はい、これを引き上げます。はい、ごめんなさい。おお、あ、すごい。包丁を入れる。はい、包丁を入れます、ね。はい。じゃあ、あ、しっかりもう固まってますね。はい、固まってます。うん、野菜入り寒天の出来上がりです。メインのお料理以外にもいっぱい用意してくださってありがとうございます。では早速いただきます。いただきます。はい、じゃいただきます。あ、お茶取り、あれ、うん、キャベツがチャキチャキで、ほら、そうそうそう、歯ごたえがいいですね。野菜の味が生きてて美味しいです。うん、これ暑いと思うと、ほら、あの冷蔵庫で冷やして食べるとすごくね、うん、夏は出来上がって、そんなに、うん、地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市波野にある生鮮窯では穴窯と呼ばれる古来の窯で、上薬を使用せずに焼き締めという技法で作品が作られています。味わいのある色が特徴で、工房には素朴で味のある作品が並んでいます。